文科省の清浦です。今回は、このシンポジウムにですね、お声いただきまして、大変ありがとうございます。木連垣校長をはじめですね、関係の先生方のご努力で、71回ということで、非常にですね、精力的に、開催されて、このような、情報共有、意見交換の場、これがこう継続されていることは、非常に、心よりですね、敬意を表したいと思います。今日はですね、何を話すべきかと思いましたが、これは木連垣先生の前で話すのは非常にこう、お恥ずかしいところもあるんですが、今日、科学研究とですね、AI のに関するお話を少しさせていただければと思っております。少し個人的な話も入りますが、今年の7月にですね、あるこうシンポジウムに挨拶してくれっていう話をいただきました。そのシンポジウムはですね、AI ロボット駆動科学シンポジウム2023というタイトルで、これは東京フォーラムで開催されたものなんですけれども、こう非常に盛況な会議でございました。このシンポジウムはですね、非常にこう、私も面白いなと思ったのは、これ発起人の方がですね、JSC の未来事業でありますとか、ムーンショットの事業でありますとか、それに属しているそれぞれ、異なるですね、グループにいらっしゃる、こう、4人の先生たちがですね、その方々の発意で、行われたというものでした。前々からこう、計画されたというよりはですね、関係者の熱意のもとに、アドホックにですね、企画されたという点に非常にこう感銘を受けたということです。で、AI、テリアル、ロボティクス、ライフ、その他こう幅広い分野の参加者を集めたもので、これ産業界もはじめですね、あるいは若手の研究者もはじめ非常に多くの方々が参加されたということでした。で、もう一点感銘を受けたのはですね、議論の内容なんですけれども、こう、表題でこう、AI ロボティクスという名前からこう、私もこう、事前にこう想像したのは、例えば、研究にロボットを導入したら、こう、短時間でこう、正確な実験ができる。研究者は助かると。そういったような、ことなのかなと、思いきやですね、やっぱりもっと大事なポイントとして、これはサイエンスのパラダイムが変わる可能性があると。そういう話がですね、非常に熱心に議論されたというところでございました。具体的には、従来型のですね、伝統的なアプローチで、世の中を単純化してこう理解していくと。で、こう、最小限の手数でいかに、仮説を証明するかという、従来の近代科学のアプローチ、これがですね、根本に変わる可能性があって、複雑なものをですね、複雑なまま捉えると。で、データに基づいて、その不確実的なものからこう本質をあぶり出すという、こういう新たなアプローチが出てくる可能性があるという、そういった議論でございました。で、このような議論はその一箇所だけではなくて、非常に多くのところで始まっておりまして、これはおそらく木連垣先生もご出席されていると思いますが、9月にですね、学術会議主催で、研究の受動化と AI が切り開く科学と社会という、こういうタイトルの公開シンポジウム、こういうのも議論されていると。こちら、私は残念ながら出席はできませんでしたけれども、非常に盛況な議論であったというふうにお伺いしております。で、もちろんこういう議論はですね、欧米でも活発に行われているようでございまして、一つの直近の事例を紹介しました。先月の中旬ですね、10月の12、13ぐらいだったと思いますけれども、米国のナショナルアカデミーオブサイエンス主催のですね、ワークショップが開催されておると。これはAI for Science、AI for Scientific Discovery と、こういうタイトルでですね、こちらの方も学術の関係者だけじゃなくて、産業界とか政府の関係者も集めたワークショップが開催されていると。サイエンスとの関係性において AI がどのような位置づけとなるかと。どのような分野で AI を、実用化がなされていくか。課題は何かと。どのような施策を講じていくべきかといったような、こう、幅広い議論がなされているというところでございます。で、このようにですね、AI for Science っていうのは、ある一つの分野の話というよりは、もっと科学全般に対するですね、議論
まあ、大きなムーブメント、大きなこう潮流とも言えるようなですね、動きではないかなと。まあ、そのように受け取った方がいいのではないかなというふうに感じているところでございます。で、文科省におきましても、もちろん、AI for Science に関する、様々な政策の展開を図る所存でございますけれども、重要なのは、サイエンスに関してもですね、この DX というのが、重要な、DX により、重要な変革期に差し掛かってきているという、問題意識をですね、しっかり、関係者、共有した上で、国内外の、動向もしっかり把握した上で、臨機応変にですね、そして戦略的に対応できるようにすべきということだというふうに思ってございます。先にご紹介したシンポジウムでですね、科学のアプローチでもう一つこう議論されたことは、個別の専門性を深掘っていくという、こういう専門的な、伝統的なアプローチからですね、やはり専門性を超えた統合的なアプローチに変換していくと。こういう必要があるんじゃないかと。そういう議論もなされていたところでございます。以上、本日はですね、少し、AI for Science の国内外のこの動きを少しご紹介させていただきましたけれども、もっと広く、なぜ、教育と DX、どのように教育と DX を考えているかという上でもですね、参考になる、話ではないかなと思っているところでございます。最後になりましたけれども、本日のシンポジウムの成功と今後の引き続きのご発展をお祈りいたしまして、私からの挨拶をさせていただきます。ありがとうございました。